原さんいよいよやっとというかついわけしましてと思ったらもう7月ももう終わりに近づいてきましたもう夏ですが今このね収録をしている前の日つまり昨日なんですがフジロックフェスバル行ってきたんですよ。というか7月27に「は場」「フええロック」ですよね「音楽の祭典」というフェス。で何かね津田大輔さんに頼ま 津田さんとそのロックフェスフルで原発問題でね討論をしたいと、はあ、でなんか行ったらね、ええ、あの会場が10か所ぐらいあって全体で3日間でね1415万。でしかもね一昨日は暑かったらしい<あ>それから昨日はね午前中雨が降ったんで。ええうん であのだから雨が上がってちょうど曇っていて涼しくてよかったので面白いのはねびっくりしたのはみんなねこのカッパはい雨レインコートっていうかレインコートっていうんじゃなくてこれ派手でねなんかすごいファッショナブルでかっこいいの。 今ねあのフェスに行く人たちもちゃんとその野外用のおしゃれをこうちゃんとしていくんですよね。フェスファッションでこれでね、うん、色とりどりでね、えーえー、あの、うん、いかにもね、はい、あ、えー、ロックフェスバリー来たなって感じになった、うんうん。そしてその中で原発を飾ったんですね。うん、でどういう絵、えー、それから行ったらさ、うん、これを着ませんかってね T シャツをあの もらってフジロックの要するに「原発反対」っていうねじゃあそのメッセージの入った T シャツを着て津田さんと面白かったですよ。ええ。500人ぐらい僕らの会場にも若い人たちが来てくれてね。まあ音楽を聞きに行ったんだけど原発を語るならばじゃあこうと板原さん津田さん。 原発の、えー、討論をする直前までそこもねロックやっちゃたん、ね、<あ>で僕らは終わってまたあとまたロック別のグループをやるわけね。うん、あのその様子は放送は放送はされない状況<え>ないんですか。そ,かね、そうですか。まあそういう刺激的な夏の幕開けという感じですね。うん、そうでま、ね、あ,あね<ー>また言われたのは津田さんだからね。田原さんは なんか始まるまではね疲れた顔してると大丈夫かなと思ったらね喋り出したたらどんどんん元気になったんで, <laughs> でも田原さんってそうですよね喋り出すとどん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 エンジンが加速していくというかでもそもそもロックって例えばあの今の清志郎さんだったり、うん、そのアンチっていうか、ね、う反体制であり。うん 批判も多分恐れずするというスタンスですものね。まあね、若い年中はね、やっぱり、あの、なんていうの、意思表示をするとすよね。反対すしかないよな。年寄りは大勢なんだから、うん、大勢ね、ノーって言うしかないでしょだから、やっぱり六フェスティバル、あの、フェスティバルなんて、みんなね、反対性的ロッ六やるんじゃない。まあ、そういう意味では、こう、合う、馴染むという感じロックで。面白かったですよね。 そして,て今日は、はい、8月に入りますと、はいえー、15日に69回目の終戦記念日終戦じゃなくて敗戦だけどね敗戦記念日を、うん、はい迎えます、はい、そしてあの先日は、えー、舛添東京都知事が韓国を訪問しました、ね、これは東京都知事としては18年ぶり<ー>前は石原さんが あ、石原さんも言ったんですね。すねえそのはずですね。なるほど。そしてパク大統領とパククネ大統領さんと、うん、あ、と会談しました。うんうん、で、ただね、うん、まあ、僕は、まあ、あの、パクさんのこと同情してるの。はい。うん、あの、パクさんがね、いろんな、あの、リーダーと会うと。うん、やっぱり日本の批判をするよね。 はい、これがですね、うん、パック大統領が何と言ったかと言いますと、うんえー、政治家のま,まあまあ増さんは政治家の 安倍さんからの首脳会談しましょうというメッセージを伝えたんですが、はいたでで<え>、うん、そうみたいですで政治家の言動により両国関係が難しくなっている、うんうん、え正しい歴史認識を共有しつつ両国関係を安定的に発展できるよう努力してほしいというこのメッセージをどう、うんうんまあ、具体的には、ねえー、安倍さんについては二つのことを言っているんだけども一つは靖国参拝でしょう。はい 安倍さんがね、うん、去年の12月の26日に靖国に行ったこのことが一つともう一つはやっぱり河野、えー、発言じゃない、うんえー、河野洋平さんが従軍慰安婦の問題で発言したとこの河野発言をやっぱり訂正すべきだと言い直すべきだということを言っていた、うん、で結局はその多分このアメリカからの圧力があってその訂正はしなかった、うん、言い直しはしなかったんだけど これについて、その、え、なに。正しい歴史認識を。という,とん,う,うんと、じゃないよ。この、行動、行動、ええ、発言についての検証をしたわけだ。うん、日本側。日本側が、ねうん。検証しましたね、はい、政府はね。で、その検証する中で、実は河野さんは。この、え、うん、河野発言の中で。韓国側とのすり合わせはやってないと。 言ったんだけど、実はその検証の中です。り合わせをやってたってことをきちんと言ってしまったとで、このことを多分ね、えー。パックネさんは怒ってんだと思うで、実は僕もね。これは良くないと思うの。うえー、つまり、韓国がその要するに、あの<年>何々あの日本とそのね。はい そういうことの相談をしないこと前提そういうこと言わないこと前提でやったことを言っちゃったらねこれ今後外交やりにくくなるね<ー>外交なんてね、はい、秘密の分がいっぱいあるわけだ、うん、その秘密をね後からこれ秘密だよと言っておいて後からバラしたんじゃもうできなくなる<ー>この検証自身には相当問題あると思うただまあパックナさんは靖国の問題とこの自分野の問題これを言いたかったんだろうけど 僕はね実はね実パックネイさんに同情してんの、はい、うう今日本では韓国<で>の番言うと、ねええ、雑誌も売れると、うん、新聞も売れる多分テレビの視聴率もやラジオの聴取率も上がると思うんだけど、うん、あの要するに、ね、パックネイさんが何かっていうとあちこちで日本の批判するとこれは日本の批判をせざるを得ないところへむしろ追い込まれてると。 逆に言えば韓国でも日本の悪口を言うと受ける,、うん、受けるわけですよね。悪口言わないと受けないと。うんまあ、でと実はパクネさんの親父さんっていうのはパクジョンヒさんっていう、はいえー、かつてあの韓国の大統領ですね。はい、このパクジョンヒさんっていうのは大の親日家だった。はい、大の親日家。だいでだからであのまあもっと具体的に言うとこの、えー、パクジョンヒさんが えー、クーデターを起こしてで韓国の、まあ、トップになったトップになって日本にやってきたんですよ、うん、で、えー、首相を辞めた岸信介さん<あ>安倍さんのお兄さん岸さんに会いに来たの、うん、で、えー、何しに来たかというと、うん、二つのことを頼みに来たの、うんはい、一つは韓国はその大統領つまりトップになってもトップを終わるとき失脚するとき終わるとね 逮捕されるか殺されれるるかか殺、はい、だから、ねはい、亡命しなきゃいけない亡命するために金がかかると今から金を貯めなきゃいけないと、はい、それで金を貯めるためにスイス銀行を紹介してほしいとトキシさんに頼ん,頼,ん頼んだんですか、うん、で多分紹介したんだと思う、えー、この辺は日本の首相はいいですね、えー、あの首相辞めて、まあ、あの田中角栄さんは逮捕されたけど、うん あとは逮捕された人はいないしもちろん殺された人もいいや自殺した人もいない,ない、はい、もう一回なったら今できるわけですから、ねうん。であのいいんですが、はい、それでスイス人口を紹介したもう一つはねパク・チョンイさんはこのね韓国人は誰も信用できないとパク・チョンイさんが言ってるん,んですよ韓国人は誰も信用できないだから悪いけど、ねはい、日本から34人大臣を紹介してほしいと。はい 日本人の大臣を34人そんなお願いをしてたんですか。そで、はい、それで岸さんはまさかそういうことはできないから、うん、自分のことを何でもやってくれてる八木一夫っていう男がいると。八木一夫っていうのは要するに、えー、岸さんの黒幕と言われた男でねフィクサーですよねいわゆるで。そのヤツインカを貸すから 家造と相談してじゃあ内閣を作ってくれと言ったと。で実はパクチョンギさんっていうのはもっと言うと実は日本の陸軍士官学校出身なんですよ。あ日本陸軍士官学校で日本,日本の軍隊の学校で。日本時代はい。こちらの軍隊の学校出ていると。 日韓国交正常化、これは佐藤栄作さんの時、うん、つまり岸さんのお父さんのね、佐藤栄作さんの時に、死相、うん、の時に、65年に日韓国交正常化やった。で、この時に当時の金で5億ドルだと思も、5億ドルはい。はい、えー、をその、まあ、韓国側に,に渡,し渡したと。 あの名目は経済協力っていうんだけど結局そ,のそれですべてつまり日韓併合韓国を日本の植民地にしたこういう問題からいろんな問題を全部この償うために5億ドルを渡した、うんはい、これで日韓問題は全部つまりもうなしにな,ったとなったうと、ん、いうふうに当然だからジューン・ヤフの問題もこれで、はい、あのなしになると、うん、いうこと。 でところが、このね、実は、えー、イーミョンバクって、この。パックネさんの前の大統領ね、領はい、イーミョンバクさんの末期の時に。実は韓国の憲法裁判所がね。この韓国の政府が。慰安婦の問題で、何もやってないことは憲法違反だと。判決出したの。裁判所が司法がだから。出したんですね。それで。 あのイミョンバクの,、はい、その手術がどんと落ちてで何かしなきゃいけないと日本と。でそこでイミョンバクさんは竹島へ行ったねあ。とにかく日本の批判しないと手術が落ちるこっからなんですよ。その人、うんえー、民違反の問題とか、はい、いろいろ日本,日本に戦争中に蔵書もねいろんなことを言い出したのがね。えー だから、えー、あのパクョイ・えー、パクネンさんはパク・ジョインイさんの娘だから、うん、それで大統領選挙の時もいろいろ言われたのね親日派のお父さんの親日派っていうのはね、うん、売国奴だって言われたわけ、うんね、韓国では売国奴の娘だみたいなことも言われてでだからかか彼女は日本を批判しないと支持率が 落ちる。そうかやっぱり売国人の娘だというふうになってしまうんですか。だからね言わざるを得ないと。<ー>これがね、はい、僕なんかだからその非常に、えー、パックネイさんに同情してるわけね。うん、実はパックネイさんが大変、えー、信頼してるあの日本の政治家がいるの。ね、誰でしょう、うんま。まあそれはちょっと言うと悪いたいこと言えませんけどあん、はい、であのその人にね僕は。 ちょっとパックネンさんのところへ会いに行ってもう少し安倍さんとね話し合いできるような環境を作ったらどうかって今や行くのはねかわいそうだと、はい、パックネエンさんと行って会ったことが、うん、もし分かっ,てしまったらそれでねしばらくねまあ様子を見ようと言ってましたけどねそういうことなんですよだからあのそれからこの間ね 元共同通信にいて今その後産経新聞に入った黒田さんっていうね、はい、ソウル特別特派員かな、はいうん、黒田さんに実は BS の僕のやってる番組に出てもらった、うん、であの韓国から入ってきて、はい、もう30年韓国に住んでるんですよで黒田さん言ってさ要するにね反日感情っていうのはね国民にはあんまりないんだと<あ>マスコミだっていうのは。 マスコミが反日というと売れると新聞雑誌がそれ日本とじゃあ同じ構図なんです、ねでうん、だからマスコミは今いくるとで政治家も反日と言わないと支持率が落ちるが言ってんだと言ってましたね。うん、そうなんですよねあの、うん、国民レベルで見ると、うん、本当にあの日本も韓国の映画ですとか、うん、ドラマはこうエンターテイメントも好きだし、うん、韓国の人も日本は好きなんです、ね、さらに今年になって。はい 韓国から日本に来る人旅行客韓国から増えてる増えてるんですよ増えてるんですねだから国民は決して反日じゃないんですよそうなん思います実感としてもありますよねマスコミが煽ってるとで政治家も反日を言わないと私立が落ちるとじゃあ政治家はマスコミが煽るからそれに 同調しないと自分の地位がというか。ということですよね。ということですさんという会長ですよね。と親しいんですよね。と一、はいえー、月の二ですよに十一月の二十九日に の日本の国会議員の議員会館で日韓議員連盟のつまり政治家ねとそれから韓日議員連盟というのは韓国の政治家です韓日議員連盟の政治家と合同総会やったのね一緒にそれでまあ終わってあの飲んだり食ったりしたそこへぬかがさんのこのハプニングね彼に仕掛けて 安倍さん安安倍倍ささんん大臣ねがやってきて、うん、でみんなと仲良く写真撮ったり握手したりわきあい,あいになった、ねうんはい、それでこれはもう韓国へ帰ったら、えー、日韓首脳会議を早くやるように言おうと言ってた、うん、で夜は岸田さんという外務大臣までやってきて、うんはい、またこれもわきあいあいになった、うん、だから、ね、もう帰ったらねで韓国の人たちが。 えー、その日韓首脳会議やろうみたいな雰囲気になったのに十二月二十六日に安倍さんが靖国に行っちゃって<ー>でこれがごはさになったと中<ー>川さんが大変残念そうに言ってましたねあそういう流れがあったんですね、うん、あそういうことがあったんで今は多分日本側はまずもあの日中を先やろうと、うん 中国を先に日中首脳会議を先やって、うん、というふうに考えてんだと思う,う、うん、じゃあ今ちょっと韓国置いとこうということなんでしょうかう、ねうん、ラジオネーム、えー、パツアンさんでよろしいでしょうか三十、はい、代の男の方です、えー、舛添陽一都知事が韓国のパク大統領と会談しました、うん、この会談でも決まり文句のように歴史認識という言葉が出てきました、うん 私はこの歴史認識がいまいちわかりません自国の総理大臣の暗殺者を英雄視するような歴史を共有するのは無理だと思うのですということなんです自国の総理大臣の暗殺者ですから、えー、あの伊藤博文を暗殺したすいませんどう忘れしましたが、はい、あの記念館ができたりしているという話ですねこれは,、ねこれはね、一ついや、えー あれはむしろ伊藤博文を暗殺した記念館は中国にできたんですよ。あ、そう、あの安住君です。すみません。え<っ>で、韓国にも、いや、あるんです。よねもちろんあります。ますこれはしかしね、はい、あの、五回もあるんだけども。うん、あの、実は日韓、あの併合ね、韓国を処分一にしたのがね。はい、伊藤博文だという思い込みがあるの。で、実は、その、あの、日韓併合直前の、はい。 つまりあの伊藤博文は韓国の言ってみや管理者ではあった、うん、でも伊藤博文さんは、えー、日韓併合に反対だだったんね伊藤博文は併合しない方がいいと言っていただからその安住君が伊藤博文を暗殺したですぐには知らな,なかった、うん、で伊藤博文はバカだなと、うん、俺殺してどうすんだと言ったらうだね。どういう言葉を残したんですね。えー、実はあの だいぶ前だけども10年ぐらい前かなに「あつまれ」生テレビで韓国の大学生と日本の大学生ね中継で「あつまれ」生テレビで討論したこと日韓の学生の討論をその時韓国の学生たちに日本人で一番嫌いなのは誰だって聞いたのみんなが一致して伊藤博文だやっぱり嫌いなの時ね ただね、はい、日本側の学生にあもっと前かな15年前前かもしれない伊藤博文って知ってるかって言ったらね当時は千円札の医療だ,、ね、だけども、はい、当時は千円札が伊藤博文だったのね。うん、でだから日本の大学生は千円札のおじさんぐらいしか知らない。 ここはねだから歴史認識ね韓国が伊藤博文っていのは悪いやつだととんでもない日本側は政治家のおじさんとこういうね歴史認識の差もあるねやっぱりもっと学ばねばいけないですしただこのパッツアンさんおっしゃるようにそのパク大統領もやっぱり正しい歴史認識を共有しつつと言ってるんですがそれが難しい正しいという言い方がね僕は問題なのよ。 ニート認識で、うんうん、正しいということが入るとね。これはね、その思想が入ってくるわけだ。事実をあくまでも。事実、うん、を、うん。歴史っては技術を、あの、あくまでね,でね、えー。あの、調べるべきであって。うん、あの、日韓で、教科書を共同でという動きもあるんですよ、ねうん。あるんだけどね、なかなかうまくいかないですね。まあ、難しいですよね。うん、ただ、その。 なるほど正しいではなく、うん、事実を知ったて、はいね、日本の学生ももう少し歴史、はい、やっぱりねば、ね、ばねばというのはありますよね、はい、まあ私も含めてですが、はいはい、ラジオネーム、えー、禁煙失敗中さん四十代男の方です田原さん本郷さんおはようございます常々不思議に思っていることなのですが<ん>例えば<ん>今回の集団的自衛権の行使容認に対しても<ん>中国韓国は 日本の軍事家だとかなり批判しましまた特に中国は今や経済でも軍事力でも大国のはずなのにこのように日本に対して過剰に反応するのはなぜなのでしょうかそんなに日本が怖いのでしょうかということなんですがあのねこれまたね中国の問題もあるのね。で中国がこのところ、まあ、10年間でとにかく軍事力を4倍増やした。 それから特にね、えー、南西諸島なのであのフィリピンやベトナムとなんか非常に強硬なことやって揉、うん、めてるとつまり外に対して非常に強硬な態度をでとってるこれは何なのかと,と中国がんでこんな強硬な態度をとるのかと、うん、とねこれはやっぱり中に問題があるのね。 中国の中、はい、国内の問題だと、うん。いくつもあるんだけど、はい、一番大きい問題は、うん、国民がね、中国共産党、つまり今の習近平体制に非常に不信感を持ってる。る今の政府に不信感を持ってると、うん。うん、この不信感を持ってる。うん、で、あのなぜ不信感を持つかというと、うん、一つはえー、中国はあのロシアですら選挙あんのにね。 大統領選挙選挙挙ってもうないんだよ、ねうんね、で、はい、言論の自由もないと。でそれが国民がなんとかね、うん、そういう不信感を抑えられてきたのは、うん、やっぱり高度成長で国民の生活が今日より明日はあさっては明日よりもより豊かになるとどんどん右肩上がりでいう。だからそれがなくなったのが一つ。うん、もう一つはね インターネットの普及で国民が情報を知ってしまうようになったつまり中国のマスコミの言っていることは正しくないとで本当の情報が分かっちゃったでそうするとその中に中国共産党の幹部たちの腐敗汚職スキャンダルいっぱいあることが分かった、ね、でそれとウイグルとか、ね、あのモンゴルとかあるいはチベットとか。 そういうところの人たちの不満もいっぱいあるで、そうなるとね。その、えー、要するに弱みを見せるとつけ込まれると。だからね。外に向かって非常に強気にならなきゃいけない。だから、例えばこの難しいのは、えー、尖閣問題なのでね。中国がどんどん強気に出るのは強気に出ないと弱みを見せるとほらやっぱり。 ね、国内から突き上げが。問題あるか、弱くなるんじゃないかと。いわいじゃ、これはね、パックンさんと見てるわけだと。か。やっぱり国内が。それで、通勤出られるを得なくなっているというのがあるんでしょうね。ということは、まあ、今回の日本の集団的自衛権の行使容認などにも。やっぱり、中国がガンガン行かないと、国内から何をやってるんだと。なるわけですよね。中国が言うのはまだわかる。なんなら、集団的自衛権が、ある種、やっぱり中国を。 ターゲットにはしてるわけだか,、うん、だから韓国が文句なわけわかんない。はい、というのは集団的自衛権はむしろどっちかと日米韓<ん>韓国は味方だから、うん、そう集団的に入る可能性がい集団的自衛権を歓迎しなきゃいけない。なるほどこれをね、はい、批判するっていうのはもうやっぱりね相当、うん、そのね無理があるね。というと、ん、やっぱり韓国も国内が日本を攻撃しないと日本を批判しないと。 政権が持たない支持率が落ちるということね。なんでそういうね、構図になっちゃう、やっぱりメディアの。メディアの問題大きいんですね。田原さん、ありがとうございました。そういえば、最近面白い記事を読んで、あの、A. K. B. の。 姉妹の上海の何かあるそうなんですね。そうだからその選挙で中国国民が選挙の喜びを知ってしまったんじゃないかという。はい。そうだ選挙ないからね中国は。その快感を知ってしまったんじゃないかって。投票したのは中国の投票した。はいあの現地で投票したそうなのでねはいこれからどうなっていくのかはいまた伺わせてくださいありがとうございました。